もちろんこういうイベントもそうですし、なのでこの今からやる曲は今この場にいる皆さんのための曲でもあるわけでございます。俺の感謝の気持ちの愛を全身で受け取ってください。何よく会話ありますのでまあそんな別に受け取ってもいいよという方はちょっとこう受け取っていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。こんなことになるのは誰が予想して帰ろうかという感じで「イマジネーション」という曲を名をつけました。5年前の僕からは今の僕を全く想像できずに、なんか成長してありがとうございます。へへみたいなとこはないですね。やりましょう。やってみます。まあ、当初の予定から全く時間が過ぎておりますけれども、とりあえずまあ55分経ってしまいましたが、僕は5分間お酒を飲みたいので、5分間休憩という形でよろしくお願いします。しばしご簡単くださいませ。なので、いい感じの BGM を流しますので、ご簡単どうぞ。じゃあ、ご簡単。本日、滝沢ギター .com ステッカーを持ってきております。これ、あげる。欲しかったら、欲しくなかったら別に言わないから、欲しかったら声かけてくだされば、これはあげます。これは普通に無料で配る用のハウスポップさんで、これはあげます。で、またそれ買ってたんですけども、滝沢ギター .com タオルを、持ってきております。これ5枚持ってきてるんですけども、欲しい人いますよということですよ。なんかそんな感じで、そのサビはひたすらね、その今日という日は素晴らしいというさ叫んでおりますので、よかったら、もしちょっと歌詞とか覚えてらっしゃったらちょっと一緒に踊っていただけると嬉しいなという感じでございます。それでは今日のは本当にありがとうございました。考えてみたら今日何あんま食べてないんですよ。では心がしぼんでも涙が溢れても全部素敵な絵大事に育ててこう。今日という日は今日の日はとても素晴らしいことです。ありがとうございます。